皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。今回はですね、私も普段 LGBT 雑談とかでお話をしている内容に被るとは思うんですけども、今日は特別編ということで、お話をしてみたいかなと思います。最近ですね、様々なニュースとかで、性犯罪、性被害とか性加害とか、そういった言葉を多く聞くようになりました。私もですね、日々のニュースを見ながら本当に心が痛いというふうに思っていますし、すごくね衝撃的な、内容も多くて、驚かれている方も多いと思います。で、私はですね、一連の出来事とかを聞いていると本当に人事ではないなと思いながら、いつもそのテレビを見たりラジオを聞いたりとか、ネットのニュースを見たりとかしているんですけども、今回はですね、本当にこの一連の問題っていうのは人事ではない。どうしてかっていうと、実は私自身も過去に、性被害に遭った経験があります。なので今回はそのあたりをね、じっくりお話ししてみようかなと思います。私2年ほど前にですね、トランスジェンダーであることをカミングアウトしています。そのカミングアウト動画にもしています。概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらも合わせてご覧いただければと思うんですけども、そのカミングアウトしている時の内容で一部、私が、過去にね、受けていた性被害のお話もしているんですけども、今回はその部分をピックアップして、じっくりお話ししてみたいと思います。内容が被るところがあるんですけども、とても大事な内容ですので、今回は、お話ししてみたいかなと思いますし、お話の内容の中にですね、性的な表現とかとてもデリケートなお話、そしてすごくショックな内容とか、生々しい表現っていうのもあるかと思いますが、これは私自身に実際に過去に起きていることですので、そして実際にこういうことがあったとか、実態とか、事実であることを私は隠すつもりはありませんので、すごく内容は耳を塞ぐようなことかもしれませんけども、最後まで頑張ってお話ししてみたいと思います。ですので、冒頭のテロップにも書いてある通りなんですけども、今回この動画はですね、私むやみにご視聴していただかなくても結構と思っております。この場でスルーしていただいて、この動画を閉じていただいて、そして他の動画に行って全然私は構いません。もしよろしければ最後までご覧いただければと思っております。頑張って話しますので、よかったら最後までお付き合いいただければと思いますし、もし見たくない聞きたくない、そういった方は、ぜひここで動画を閉じていただいて、私は全然構わないと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは動画、お話を始めていきたいと思います。今回のタイトル、どういうタイトルにしようか悩んだんですけども、私が背負ってきた十字架っていうタイトルにしてみました。改めてなんですけども、私は、生まれつき近くのものが見える程度の視覚障害者、いわゆる弱視です。視覚障害者っていうと全盲っていうイメージが強いかと思うんですけども、実際は、視覚障害者の中で全盲は3割で、その他の7割は私を含めた弱視の方々ですね。遠くが見えないとか視野が狭いとか、そういった方々が多いと思います。で、私は2年前にトランスジェンダーであることをカミングアウトしています。私は体は男性なんですが、心は女性というタイプ、ただ性転換をしたいとまでは望まないタイプです。でもですね、トランスジェンダーであることをカミングアウトしたことをきっかけにですね、この動画でもたくさんお話はしているんですけども、自分がしてみたかったこと少しずつやっています。こうやって、女性が着るスカート、私もずっと着てみたかった、履いてみたかった、今ワンピースですけどもとか、あとは髪の毛伸ばしてみたりとか、そういったことをしてですね、少しずつ、過去にできなかったことを
第二の人生という形で、歩み始めた、今日この頃です。とても今はね、自分らしく生きられていてですね、幸せだななんて思ってます。で、そんな私がですね、今から、30年、20年以上前ですね、さまざまな形で、性被害に遭った経験があります。今回はこの部分を、ピックアップしてお話をしていきたいと思います。で、さまざまなね、形態があると思うんですが、今やはり最もテレビとかネットとかニュースの中で騒がれているのは、とある芸能事務所をめぐる一連の問題ですよね。で、この問題はですね、男性が男性に対して、性被害を、性加害、性被害をするという、そういったものだと思うんですが、まさに私も幼い頃、私は、一応体は男性なんですけども、男性から私は性被害にたくさんあった経験があります。まずは、父親です。私は、3歳か4歳ぐらいまでは、父親と一緒に家ではお風呂に入る時間がありました。私もともと目が不自由というのもあってですね、入浴の介助をするという意味でもね、いつも大人が付き添うんですが、主に父親でした。でも私はそんなお風呂が大嫌いでした。それは体を洗いたくないとか、そういう意味での嫌いではなくて、お風呂に入るたんびに、父親から性的ないたずらを受けてきたからなんですね。で、この辺りも以前カミングアウトのお話でしているんですけども、今日はちょっと具体的にお話ししますが、お風呂に入ると体を洗うシーンがあると思うんですけども、その時にですね、私の、性器を、父親が思いっきり手で掴んできたりとか、引っ張ったりとか、無理やり、皮を剥かれたりとか、そういったいたずらをたくさんされました。で、そのいたずらをされながら、よく覚えているのは、女に生まれればよかったのにと、女に生まれればよかったのにという言葉を何回も私の耳で、耳に向かってささやかれたのをよく覚えてます。確かに私は幼い頃から、心は女の子、という実感がありましたが、実際体は男の子として男性器がついている状態で生まれてきたわけで、ただでさえ自分自身の体と心の性別が一致していないことに違和感を感じている中、女に生まれればよかったのにっていうセリフが強烈に私の心の中に響いていたのをよく覚えてます。3歳とか4歳とか幼い頃の記憶ですけども、そのことはそのいたずらされた行為とともに脳裏に焼き付いています。そして今度は、小学生です。で、私はですね、小学4年から高校3年までの9年間はですね、盲学校、視覚障害者の人たちが集まる学校ですね、今は特別支援学校っていう言い方になって、今まではね、盲学校、聾学校、養護学校っていう言い方だったのが、今はね、一つの言い方にまとめられていると思うんですけども、私がいた頃は盲学校という言い方だったので、今回盲学校っていう言葉を使わせていただきますけども、9年間盲学校で過ごしていました。それまでね、保育園とか、小学の低学年の3年間は地元の学校に通っていて、そこでは私が目が不自由という、ことを、餌にというか、それを理由に、いじめにあって、そこではまた別のね、辛い経験をしていたということもあってですね、盲学校に行くと、周りの人たちが同じ障害、目が不自由な人たちが集まるところなので、目が不自由ということに対するいじめはなくなったのは、これはね、ほっとした部分があります。ただですね、予想外のことが起きました。で、これは何かっていうと、先生からの性的な、いたずらを私また受けてしまったんですね、男性の先生から。で、盲学校はですね、その学校と同じ敷地の中にですね、寮があります。これは寄宿舎って言ってですね、通学が困難な人とか、遠くから、
普通のね、小中高とはまた違ってですね、そういった特別支援学校って何校もあるわけじゃないので、一つの学校に、県内とかからたくさんの人が集まるところなので、通学が困難な人っていうのが出てくるわけですね。あとは近くに住んでいても生活訓練をさせたいとか、そういったことをね、目的に寄宿舎っていうのがあって、私も利用していました。で、そんな寄宿舎はそれぞれ部屋があってですね、私が行ってたところは4人部屋だったんですけども、まあ、日替わりでね、みんな4人が集まる日もあれば1人だけの泊まる日とか、もう本当に様々なんですけども、そんな中ですね、私は当時の、とあるね、男性の先生にですね、その寄宿舎の自分の部屋の中で、性的ないたずらをされてしまいました。年は私よりも20ぐらい上の先生、私が小学6年だった12歳の時でした。だから確かその時先生は20ぐらい上だったから32歳とかだったのかな。寄宿舎の部屋で夜、小学部だったので寝る時間が早いんですね。就寝時間っていうのが学部ごとに決まっているんですけども、小学部の時、私の時は、夜の9時が消灯の時間でした。で、そうすると、まあ、その時間が近くになると、みんな部屋にね、先生方が来てですね、夜の点検とかをね、するわけなんですけども、その先生、私の部屋にやってきてですね、私の寝ている布団の中にですね、添い寝してきたんですね。で、体を密着させてきました。で、私の体を服の上からベタベタ体全体を触ってきたりとか、後ろからね、背中の方、背後からこう抱きしめられたりとか、そしてその先生の手が私の下着の中に入ってきて、私の男性器をたくさん揉まれました。で、父親の時と似てるんですね。で、父親の時と違うのは、その先生はこう揉みながら大きくなれ大きくなれとかっていうふうに言うんですね。で、私当時まだ小学6年で、まあまだ そういったものはよくわからなかったっていうのもあってですね、意味もわからなかったし、まして女の子っていうふうに私思ってたし、女の子なのにそういうものがついてるのがおかしいっていうのがずっとあって、で、父親の時もされたことが、なんでそういう先生からもまたされなくちゃいけないのかなって思って、でも怖いけど声は出せないし、こんなこと誰にも言えないし、ひたすら我慢でした。1回で終わればよかったか、この時間を我慢すればもう大丈夫だろうって思ってたら、1回だけじゃなかった。で、夜寝る時間だったので、消灯なので部屋はね、もう暗くされるんですよね。だから怖くて、どうしていつも自分そんな風に、なんだろう、その餌になってされてしまうのかなって思って、なんとも言えない気持ちになりました。そんなことが、まあ、大体6年生の時に私にありましたし、まあ、もともと結構その先生は、まあ、子供たちからは、まあ、ユーモアな先生とかユニークな先生とか、結構冗談を多く言う先生とかで人気はあったと思うんですけども、他の先生方からはちょっと、
なんだろう、まあ、私が直接聞いたことじゃないですけども、まあ、ちょっと、なんだろう、距離を置くようなタイプの先生だったのかななんて思いました。で、私以外の人がターゲットにされてるのかとかも私は当時わからなかったので、どうなんだろうって思うけど、もしね、同じ被害に遭ってる同級生とかね、先輩とか後輩がいたらって思うと、何とも言えない気持ちでしたね。で、本当にもうその幼い頃父親からされたこと、そして私が小学部の頃にされたこと、もう大丈夫だろうって思ったんですよ。もう私も中学高校、体の成長で体も変わってきますし、思春期でただでさえその私の性自認のことで悩んでいる時期ですから、もうそれどころじゃないし、もう忘れようって思ったんですよ、私。でもまだ続くんですね。今度は、中学部、そして高等部になってからの出来事ですけども、中学部高等部、今度はそれぞれ別々の先輩の男性からまた私がターゲットにされてしまったんですね。で、中学部の時はですね、その寄宿舎の同じ部屋の先輩でした。4人部屋ですけども、その4人の、内訳っていうのは必ずしも同級生ってわけじゃなくて、先輩もいれば後輩もいれば、小学部はね、小学部だけなんですけども、中学部高等部は学部年関係なく混じるんですね。だから、中学1年生と高校3年生が同じ部屋になるっていうこともあり得るわけで、でも私がいた時は一つ上の先輩でした。で、中学時代です。やはり夜です。で、中学生になると、まあ、小学生よりもちょっと衝動時間は遅くなって11時ぐらいだったかなって記憶してるんですけども、ある時その同じ部屋の先輩からですね、夜やっぱり部屋を消した中で、頼むから俺のを舐めてくれと言われたんですね。で、私はまあトランスジェンダーで、トランス女性のレズビアンっていうふうにたびたび表現はしてますけども、私はゲイではもちろんありません。ただその彼がまあそういう感情があったのかどうかはよくわからないんですけども、とにかく逆らうともう絶対暴力を出す人で、平手打ちをされることもよく、これは私以外の人にもあったんですけども、平手打ちされたりとか殴られたりとかしたわけですね。で、俺のを舐めてくれというふうに言われた時に、私が嫌だ嫌だっていうふうにこう顔を横に振るわけなんですが、そうするとほっぺを叩かれたりして、両手でこう頭をグイッてその人の、ま、股間のところに押し付けられるわけですよ。で、そうするともう夜、私暗いと余計目が見えないので、よくわからない状態の中で、感触だけの、感触とか嗅覚とか、あとは、聴覚、その部分だけの情報しか入ってこなくなるんですね。視覚が全部失われるので。で、そうするとそのこうグイッてやられた時に、もう先輩のパジャマがもう全部ない状態だから、私の顔にはその彼のその足の太ももとかの肌の感覚っていうのが伝わってきて、で私の顔のあたりにその人の大きくなったものが来るんですよ。そして強引に口の中に入ってくるんですよ。もう私何も言えなくて、抵抗されると叩かれるだけで、それでもうじっとしてるしかなくて、
耐えるしかなくて、ひたすら出入りするその大きなものが。その硬さと熱さが口の中に伝わってきて、すごく気持ち悪かった。そんなことがありました。高等部になってからは、今度は2つ上の先輩、この人もまた 言っちゃうと立ちが悪い人で、人前では優等生ぶる感じの人でした。すごく頭のいい、みんなのリーダー的な存在とか、先生にもよく見られるように、いい人を演じるわけですよね。でも裏の顔は違ってですね、いろんな男女問わずいろんな人に手を出してたと、そういうタイプの人でした。当時、私すごくお姉ちゃんのように大好きな一個上の先輩の親友がいてですね、たまに私の相談にも乗ってくれた人がいたんですけども、その人もその2つ上の、先輩からですね、強引に抱きしめられたりとか、キスされたりとか、そういったことをされたことがあるっていうのをね、以前聞いたことがありました。で、その人からもやはり私も寄宿舎のその寮の部屋の中で、やっぱり、その人は直接ではないんですけども、衣服の上から、股間を触られました。で、その時は部屋も明るかったし、まだ消灯時間でもなかったので、たまたま先生が来てくれてですね、来てくれたっていうか巡回で回ってたのかな、お前何やってるんだっていうふうにすぐに止めてくれました。で、後で私がその先生に、呼び出されたっていうか、呼び出されたって言ったら私が悪いことしてるようになっちゃう、なんていうのかな、呼ばれて、その先生に、もしまた何かあったら言ってくれっていうふうにおっしゃっていただいた先生がいました。まあ、その高等部に受けたことに関しては、その1回きりだったので私にはもうなかったんですけども、まあ、まとめるとトータルで、まあ、この4回4人からいろいろされてしまいましたね。本当にもう、なんだろう、私いじめもね、以前経験したことがあったんですけども、その加害者の人に対してはなんかもう、何も感情がもう思い浮かばないっていうか、恨みとか、なんだろう、妬みとか、なんか特にそういう感情はないというか、逆になんか、なんで私を選んだのっていうふうに思うところもありました。で、これは以前私も同じようなお話をね、親しい方にしたことがあるんですけども、その人の意見として、私結構肌がね、白いんですよ、色白というか、なので毛深くもないし、なんかそういうのが、そういう対象の人たちにとってはなんか触ってみたいとか、女の子のような感触を得られるんじゃないかとか、そういうふうに思われたんじゃないのかな、なんていうのを聞いて、ああ、そうなのかなって私も感じたことがありました。で、私自身はもともと、まあ、トランスジェンダーで、カミングアウトはね、2年前にようやくできましたけども、ずっと幼い頃から気持ち、体の、あ、気持ち、心の方は女の子を感じていました。ただ、大人になるにつれて男性としての、特徴だから、こう性器のこともそうだし、体毛が生えてくるとか、声変わりもするとか、そういったものがどんどん出てくるわけで、本当に葛藤が多かった、思春期を送っていたわけなんですけども、まあ、私の場合は体にメスを入れてまで、その性転換、女性化する、そこまで私は望んではいないタイプなんですが、
一連のこういった経験をですね、踏まえて、私は自分の体の一部がすごく汚れているもの、侵されてしまったものをずっと体の一部に身につけているんじゃないかなっていう、それが今回のお話のテーマである背負ってきた十字架につながるので、こういうテーマにしてみたんですけども、そんな気持ちなんですね。で、私トイレ行く時に、これはよくトイレ関係の LGBT のお話でもしているんですけども、私基本的にトイレは座ってするんですね。で、それは目が不自由で飛び散るからっていうのもありますし、そもそも私は女の子だからっていうのもありますし、立ってするというのがすごく抵抗があるんですね。ただ、もちろん一般的なその男性が使う小便器を使えないわけでもありません。ただできれば個室で座ってしたいっていうのが私の思いというか気持ちなんですね。で、私はそういったその過去のことがあってですね、すごくその部分っていうのがけなされたというか、汚れてるというか、実際にちゃんと体は洗っているので汚れてはいないと思いますけども、すごくその気持ち的に汚れてるものだと思ってしまっているので、今はしてないんですけども、以前は私のその自傷行為の一部として、思いっきりその男性器を私思いっきりこう握りつぶして、自分自身をこの野郎っていうふうに懲らしめるようなこともね、よくやってました。で、生理現象ですから、もちろん私にも、いわゆる朝立ちとか勃起はしますけども、私はそもそも女性としてそういったものが体についてるっていうのもやっぱり違和感がありますし、生理現象で反応してしまうっていうのも、自分の心と体が反しているような感じがして、すごく嫌なんですね。最近、年齢を重ねてですね、若い頃に比べればそういった、勃起の回数は減りましたけども、とにかくトイレに行くたびに、こう持つとか、こう触る、その小便器を使う際にね、その行為もすごく苦手になったんですね。座ってすればね、基本的に触らなくて済むからいいんですけど、もちろんお風呂入った時は清潔にしなくちゃいけないからちゃんと洗いますけどね。目が不自由っていう障害を負って生まれてきたっていうことの方が、遊ばれてしまった、傷ついてしまった私の性器に比べればまだマシかなって思ったりもしました。本当に思いつくがままにお話ししてきたんですけども、最近ね、ニュースとかでもようやく取り上げるようにはなってきましたけども、こういった問題は昔から絶対あったはずで、ただ表に出なかったっていうだけのことだと思うんですね。で、私はその学校にいた頃に、その寄宿舎の部屋っていう密室な空間で被害に遭ったわけですけども、例えば、知的の障害がある方だったりとかは、自分で意思疎通ができなかったりする場合もあって、そういった人を逆に狙うケースっていうのも実際あるわけなんですね。ただ本人が声を出して言えないっていうだけで、問題はたくさん起きてると思うんですよ、もしかしたら。そうすると、本人は声に出して被害に遭ったことを言えないとなると、で、それが密室の空間であったとすれば、周りの先生方、友達、
保護者の方、情報は出ないわけですよね。で、私も当時、もう2、30年前にね、経験した出来事で、当時はこんなこと絶対に当時は言えるような環境ではありませんでした。で、私は2年前にカミングアウトをした。その時に私初めてこのことも告白したわけで、兄弟とか、知り合いの方々とか、あとは一部に私過去にお世話になった方々にもこのお話はしているんですけども、先生方も含めてね、本当にびっくりされてる方もいれば、やっぱりなっていうふうな意見をいただきました。やっぱりなってことは、やっぱりその先生とかには以前から、情報が何かあったのか、タレコミとかあったのかもしれないというのも、あったのかななんて思いました。ですので、私たびたび LGBT のお話しした時に、私たちのような少数派の人たちっていうのは少なからず皆さんの近くにはいますっていうね、お話、全体のね1割程度はいらっしゃいますよなんていう話をするんですけども、それと同じように、性犯罪っていうのもすごく身近なものになってきてるっていうか、ようやく少しずつ、問題が表面化してきたのかなって思いました。そうですね。結論が出るお話でなくて申し訳ないんですけど、でも今ね、おテレビでのニュースでも見ると、こうね、過去のことを実名でね告白されてる方もいらっしゃいますし、こう性的なお話はすごくデリケートなことですし、ナイーブなことですし、それをね、もちろん被害に遭っただけでもすごく嫌だけど、やっぱそれを表に出すっていうのはすごく勇気がいることだと思うんですよ。私もこうして改めてねお話しさせていただきましたけども、そうですね、私がこうお話しして何かね、伝わるものがあればいいかなと思って、でもし同じような経験をねされた方がいたら、私はその力は全然ないですけども、同じ思いをしてる人はあなただけじゃないし、必ず周りにね助けてくれる方はいらっしゃると思うので、ぜひとも泣き寝入りしないで、いただきたいかなって思いました。私もこんなお話はその10代20代じゃ絶対人にはできなかったと思うんですけども、今はたびたびですけども、いつもそばにいてくださる方々にたまにねこうお話しすることによって、すごく私も気持ちの整理ができたりとか、話すだけでもすごく心が楽になるんですね。もう本当にもうすごく、こういった心が傷つくっていうのは本当にもうすごく辛いことだっての私自身もよく分かりますし、なおかつね、こういう性的なことをされるっていうのは本当一生残る傷だと思うんですよ。で、もう過去は忘れようとか、よく思うんですけども、いじめとまた違ってね、こういったことってトラウマになったりとか、常に付きまとってるような、そういうものなので、これ経験した人にしかわからないと思うんですけども、忘れることはできないんですよ。かといってね、じっとしてるわけにはいかないからね、前に前に進むしかないんですけども、いろいろあったけど、私はもうカミングアウトして2年経つんですが、今は少しずつ本来の私らしい自分、自分らしい自分を追い求めて歩み始めているところで、
まあ、その経過も動画でいろいろとお伝えしていますけども、私この YouTube を始めて本当に良かったなって思ってるんですね。いろんなジャンルの私動画作ってますけども、視覚障害関連とか LGBT 関連、本当に私自身のね経験が何かね役に立てばいいなと思ってたびたびお話ししていて、こういう関連のお話は結構たくさんの方にねご覧いただいているので本当に嬉しいなと思っておりますのでね、今後も YouTube を通して何か、私から情報発信できればいいなと思って、今後も末永く YouTube は頑張っていきたいと思いますし、私自身は自分らしく、生きていこうと思っておりますので、よかったらこれからもよろしくお願いしますっていうふうに まとめさせていただきたいかなと思いました。大丈夫です。ずっと立っててちょっと疲れました ちょっとこの動画撮り終わったらゆっくりしたいかなと思います。本当に最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回以降の動画もね、ぜひご覧いただければと思います。